はい、今回はダイワから新しいロットのシリーズが作られました。これはセブンハーフ。このロットのコンセプトっていうのが4ピースでパックロットなんですね。まずだから蛍光性にすごく優れてます。釣りに行こうとするのにね、やっぱり考えるのがロットなんですよね。どこに行こうとしてもロットがやっぱり2ピースとか1ピースだとロット持っていくときに、ああもう今回ちょっとやめとこうかなとか考えちゃうんですけど、これならこの大きさなんで普通にバッグの中とかも入りますし、スーツケースの中にスッと入るんで持ち運びがすごいしやすい。だから僕は基本的にはエギングをメインでやってるんですけど、僕はそもそも釣りが好きなんですよね。いろんなものを釣りたい、さまざまな釣りをしたいってやっぱ考えちゃうんですよ。だからそういう時に、まあ、エギングに特化した専門性ならすごい鋭い繊細なロッドだけではなくって、こういう本当に汎用性のある幅広いいろんな聴衆で使えるロットっていうのがすごく持っていく一本としては面白い、楽しいんです。当然ガイドのセッティングもB ラインだけではなくって、まあ、ナイロンもフロロも使えるように少し大きめのガイドになってるんですけど、これがまたいろんな釣りを幅広くするにはすごいいいガイドセッティングになってるんで、まあありかなと。長さがね面白いのはセブンハーフって、まあシリーズとしてガッと統一性があるんで、その中でまあ硬さですよね、そのパワー、それをうまくやるチョイスしていって、まあ、釣りを純粋に楽しむってことなんで、その専門性があって このロットでないとダメだっていうわけではなくって、楽しんでいろんな釣りをしてほしいというのにはすごくいいかなと思います。専門性っていうことでいうと、僕はまあストイストのエギングのロットのシリーズを作ってるんですけども、この ML でアオリイカ釣ってみたいですね。やっぱね、楽しんで釣りする上ではどんな風になるのかなっていうのは ML でアオリイカ、大きなアオリイカをかけてみたいなっていうのもありますし、あとまあ海外に行くことも多いんで、海外に行くときに2本ぐらいうまいパワーこうね、 MH とね ML とか強いのと弱いのと2本ぐらい持っていっとけば、まあいろんな釣りができるのかなと。ちょっとした旅行で行くのにわざわざこのねロッドを持っていくっていうのはすごく敷居が高いんですね。あとまあ離島関係、沖縄も含めて離島関係でちょっとまあショアからなんかちょっとジグとか簡単にそのね釣れる魚を狙っていて楽しみたいなと。で今回僕はこの76の ML と、まあ、MH っていうのを使ったんですけども、シーバスとバイブレーションとかこうルアーをやる上では M76M っていうのがすごくちょっと張りがあってキャストしやすかったかなと。でエギングをやろうと思うとちょっと ML の少しこう柔らかめのロットの方が、まあレギュラーテーパーに作ってあるんでどれも同じような柔らかいいい感じの曲がりをするんで、エギングなんかはこう76の ML がいいかなと。ジグですよね、青もんやるジグとかでいくと MH も使わせてもらったんですけど、 MH もすごいパワーがあってフルキャストできるんで、ジグタイラバのキャスティングなんかは MH 使っていくと面白いかなと思います。